からお借りしている DM1X なんですけども、見ての通りね、ちょっとね変なレンズがついてるんですけども、薄型パンケーキレンズですね。 DM1X グリップ結構出っ張ってますけど、このグリップよりもね薄いというね、このレンズなんですけども、これは実はですね、リコーレンズ 25mm2.8 といってね、本来はリコーキャビーというねハーフサイズカメラですね、あのフィルムのそれに取り付けられたレンズをどっかの業者さんが改造したのを、私が中古カメラ店で偶然ねジャンク品コーナーで、ね、安く売ってたのを、買ったんですね。でそれをまあこの巨大なボディに、この小さなレンズをつけると面白いだろうということなんですね。それで、ハーフサイズ用のレンズですから、 25mm の焦点距離で、ハーフサイズ用だと、35mm 相当の広角レンズなんですけども、フォーサーズに取り付けると、50mm 相当の標準レンズなんで、まあ扱いやすいということなんですね。一応ねレンズ詳しく言うと4枚玉のテッサータイプで、設計がリコーなんですけども、生産が富岡工っていうところでね、レンズの名門と言われていましてね、だから、ね、性能はなかなかねいいレンズなんですね。それでね、こういうレンズをまあつけた時に、まあ、設定をどうするかっていうのはね問題なんですね。で設定ってのは別にそんな難しいもんじゃなくて、まあ、オリンパスさんのマイクロフォーザーズのミラーレス位置がみんなそうですけども、どんなレンズをつけてもね、こういういわゆるクラシックレンズ、マニュアルレンズをつけても手ブレ補正が効くんですね。でその代わりその、焦点距離入力をね、してあげなきゃいけないですね。でですね、ちょっとメニューを見てもらってですね、コンパネを表示して IS の設定にして、OK を押してインフォーメーションを押すと、焦点距離のこの入力のね、画面になるので、今これ 25mm って入力してありますけども、まあこれで OK なんですね。 OK なんですね。で、まあ、せっかくなんでもうねちょっと夕方なんですけども、これからねちょっとこのセットで、ね、このレンズでこの EM1X と組み合わせて、ね、なんか撮ってみたいと思います。いきなり夜の公園に来てますけども、これでね今日は撮影しようと思ったんですけども、さっきの収録が夕方でもう夜になっちゃったってね、この際だからね夜砂を、しようと思って、今ね出かけてね帰ってきたところなんですね。それでね一つねその夜砂のコツをちょっとね教えようと、思います。それでね EM1X もですね非常に手ぶれ補正が強力なのでね、手持ちでね、2秒まではね安定してシャッターが切れると、もっとね頑張るとね4秒8秒でも切れたっていう人がいるみたいですけども、とりあえずね夜砂ですからね、こう気軽に一応こう撮影できると、その時にもあんまり無理して長時間でこうずっと、ね、4秒とか8秒とか待ってると大変ですから、せいぜいね1秒か2秒かなっていう、ところなんですね。でね疲れてくるとやっぱね手ぶれしちゃうのでね、それでねなるべくね、そのね安定してこうシャッターをね夜切る方法っていうのはね、ちょっとしたコツなんで教えますけども、今ね私ここでリュックをね背負ってるんですけどね、これをね前にそうするだけで随分ねカメラのね安定がね違うんですね。でねこういう風にしてねこうやって構えるんですね、こうやって。でそうするとねこのね腕がちゃんとねこのリュックにこう乗っかるわけですね、こういう風にして、そして、密着できるわけですね。それで、こう構えて撮ると、ちょっと今撮ってみますね、今ねシャッター速度2秒になってるんですけども、はい、一応2秒シャッター速度2秒2秒切ってみましたけども、それで、見ると、一応ねこう見ると一応ねこれねブレてないっていうね、ところで、こういうね、撮り方のコツがありますよということで説明を、させていただきました。では、作品をねご覧いただければと思います。